次は木下真美さんです。よろしくお願いいたします。チェックワンツー、はい。時は忍び足で心を横切るの、もう話す言葉も浮かばない、あっけないキスの後、ヘッドライトともして蝶のように跳ねる波を見た。好きと言わないあなたのことを、息を殺しながら考えてた。愛ってよくわからないけど、傷つく感じが素敵、笑っちゃう涙の止め方も知らない。20年も生きてきたのにね。深入りするなよとため息の壁なら、思い切り両手で突き破る。タバコをつけようと街をするたびに、意地悪して炎を吹き消すわ。ドアを開いて一人私より少しだけ綺麗になったこと、笑っちゃう涙の止め方も知らない。56年も生きてきたのにね。ありがとうございました。ジエンカウンターさんは多分6年ぶりぐらい、7年、あの動画見たらね2017年になってたからね、多分7年ぐらいですね。皆さんお元気でした？わ、素晴らしい。マスター元気？ママ元気でした？ね、あの私一宮の浅井町というところでコーヒー屋木下っていう飲食店をやってて21年目になるんですけど、ね、コロナ禍ね本当直撃だったんですよね、飲食店ね、マスターね、ライブハウスもね、本当になんか大変な、あのここ数年でして、もう2年ぐらい飲食の方も休んでた時期がありましたね。ようやくちょっとね、なんかなんとなく明るい、ね、先が見えてきたなって感じでね、木下ライブっていうのもやってたんですよ。で、まあ、コロナでずっと休みをしてるんですけど、でその PA をしてくれてた紀藤さんが今日ね、はい、キーボードで、あのマミさん歌いに行かないって言われて連れてきてくれました。はい、ということで、ね、紀藤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。お客様は神様です。
そうですね。そうそう、普段はオペラを歌ってるので、ちょっとこういう曲は苦手なんですけど、ね、今日は楽しく歌わせていただきたいな。懐かしい曲なのでね、皆さんもちょっと一緒に歌っていただけたらなと思って続きたいと思います。よろしくお願いします。
がとうございました。ということでメンバー紹介です。キーボード紀藤博之さんです。どうも。いつも、ね、ビートルズが好きなんだよね。そうね、そうそう。で、ギターがメインだね。ね、両方だ。そうそうそう。そうですか。自己紹介いいですか。ベース。あ、ベースが好き。ベースですか。はい。はい、そうそう。ね、7年ね、経ってね、何が変わったかって言ったらね、7歳年を取ったのと、7キロ太りました。で、だんだん年取るとね、ガリガリな頃に多分来てたと思うんですけどね。はい、そうそう。孫もね、6年生、5年生。小学校1年生上がって、真ん中の息子の孫4人目が夏に出てくるっていうね。7年ってすごいですよね。ありがとうございます。ということで、はい、次がね、あ、これね、演歌なんだよね。多分皆さんもこれ小学校ぐらいだったかな、私、そう、小学校、森まさこさん、なんでしょうかね。イントロ聞くと分かると思います。Oh,
ありがとうございました。そう、これ小学校の時に聞いてすごい好きな、すごく暗い小学生だったかもしれないけど、なんかね、この感じがすごい好きだったんですよね。さて、最後の曲になりました。この曲ね、皆さん、わかるよね、イントロドンしましょうか。わかります？ちょっと若いお兄さんわかんないかな。人さんわかるよね。ですよね、多分歌い出すと分かると思うので、みんなこんな感じでやってくださいね。皆さん一緒に、分かりました？こう回る回る回る、分かりました。いきますよ、みんな歌ってくださいね。それでは松子ひなさんで無双花、みんなでいきましょう。
また遊びに来てます。どうも今日はありがとうございました。木下真美さん、ありがとうございました。